アイテム番号、SCP-194。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-194 の各個体はサイト、43地上の鳥小屋の中に閉じ込めてください。この鳥小屋周辺のエリアはフェンスで囲みますが、フェンスのどの部分も鳥小屋自体と50メートル以上の空間を取るようにしてください。SCP-194 には毎日ゲッチ類の死体を給仕してください。SCP-194 から落ちた羽は給仕の時に収集できます。SCP-194 の給仕作業に当てて良いのは、内省的だったり孤立しがちだったりといった経歴を持たない職員だけです。SCP-194-1 の各個体はサイト、43地下の施錠チャンバーに閉じ込めてください。このチャンバーには麦わらを敷き日光を模す甘い明かりを取り付けるものとします。SCP-194-1 には SCP-194 のものと同じ食物を与え、要求があったら SCP-194 の羽をそれに加えます。SCP-194-1 はどんな時も、SCP-194 に完全に変化してしまわない限りは、SCP-194 と接触してはなりません。博士がスケジュールしたインタビュー及びその他の要件外で職員が SCP-194-1 とやり取りをするのは禁止します。SCP-194 あるいは SCP-194-1 と未許可のやり取りを行った職員は義務として精神鑑定を受けなくてはいけません。説明、SCP-194 は外見的にはコーブスコラクス、つまり普通のカラスと同一です。その振る舞いもほとんどのカラスと同一ですが、人間存在下で異常なほどに平穏であるところは異なります。SCP-194 ははっきりと脅かされない限りは人間から逃げないでしょうし、また、都合が良いようなら人間に泊まることが知られています。また普通のカラスとは異なった食事習慣を持っており、穀物や種子と比べ肉を大いに好みます。SCP-194 は内省的な人物、大体は非社交的傾向があり暴力行為の経歴がほとんどあるいは全くない人間の周囲に大勢で集まります。SCP-194 の集団は上述の人間について回り、その家や職場の近くに群れ、外にいる間にはどこであれその上を飛び回ります。SCP-194 との接触が長期にわたった人物は SCP-194-1 になります。SCP-194 が他の動物に対してもこの作用を持つのかについて示唆するような証拠は何も見つかっていません。SCP-194-1 は、もしまだそれらの属性を持っていないなら、すぐに反社会性人格障害と孤立主義的思考態度を発現します。SCP-194-1 は仕事や人間関係を放棄しがちで、ほとんどの時間を SCP-194 のいる屋外で過ごすのを好みます。SCP-194 が羽を落としたら、SCP-194-1 は食べるためにその羽を集めることでしょう。一旦 SCP-194-1 が羽を食べる習慣を持つようになったら、彼らは他のものをほとんどあるいは全く食べなくなることでしょう。その体重は、断食しても無理であろうくらいの非常に大きな割合で落ちることになります。羽食段階が始まってからおよそ1週間のち、SCP-194-1 は変身を被ることでしょう。肩甲骨に薄い骨の隆起ができ、骨周辺の皮膚及び筋肉組織と一緒に外へと育っていきます。24時間にわたりこの隆起は発達し続け、鳥の翼とよく似た眼気骨で関節のある翼を形成します。羽はこの期間にも梅に見えるくらいに、翼、から育てっていることもあれば、後に育つこともあります。インタビューを受けた SCP-194-1 は皆この変形を極めて苦痛に満ちたものと説明しますし、また、背面上部周辺に内部損傷がよく見られますが、この状態は栄養失調と関連したものです。飛ぶことはできない翼状の付属物が完全に成長したら、SCP-194-1 は死眠状態になり、ほとんどの時間を休息して過ごすようになるでしょう。彼らはまた、SCP-194 と一緒にいてその真似をすることに取り憑かれたみたいにどんどんなっていくことでしょうし、人間に邪魔されることに敵意を持つこともあります。SCP-194-1
194、1は体重を失い続け、さらなる物理的変化を被りますが、これはまず脊椎の劇的な縮小、四肢の萎縮、頭蓋の再形成に始まり、黒い羽が体中のまだ生えていないところに成長することで終わります。もし SCP-194-1 がこの段階を最後まで生き延びたら、V 変形は観察された全ての場合のうち 70% で致命的でした。SCP-194-1 は SCP-194 へと完全に変形した姿を取ることになります。試験が明らかにしたところによれば、SCP-194-1 を SCP-194 から引き離しておけばこの変形を6ヶ月まで遅らせ延期することができるものの、翼が生えてしまったら SCP-194-1 を殺す以外にはこの変形を止めたり巻き戻したりできる基地の方法はありません。インタビュー194-3、インタビュー対象。6754D、現在 SCP-194-1 への変形の中期段階が進行中。インタビュアー、博士、前書き、何人かの被験者の中でも、6754D は最も心を開いてくれたインタビュー対象の一人でした。しかし他の被験者すべてと同じく、6754D の語り口は、インタビューの間もその他の会話機会にも静かで単調なものでした。録音開始。おはよう。グーヒ。わよ。今日は君と SCP-194 の話がしたいんだ。そうは呼んでない。グーヒ。じゃあなんて呼んでるのかな？奴らは俺も群れ。俺も白狼。俺も一覧。苦肉を食う兄弟。どれでも好きなのでいいけど、番号がない。番号は名前にならないと。沈黙。グーヒ。なんで君は SCP-1 団に惹かれるのかな？奴らは俺のところに来た。俺が奴らの一匹だと認めた。カラスだ、と、754D、囚人だと、孤独だと、そして、沈黙。何だと？沈黙。別の質問をさせて、なんであいつらの羽を食べるのかな？贈り物だ。贈り物は断らないだろ。なんで羽以外は食べないんだい？他に何も必要ない。君に何が起きているかは知ってる？奴らの仲間に入りかけてる。奴らも一匹になりかけてる。綺麗になるだろうよ。わかってるのかな？今の君の立場にいた人はほとんど、移行中期に苦しみながら死んだんだよ。沈黙。わかってるかい。もし生き延びたら、他のカラスと一緒に鳥小屋に閉じ込められることになるんだよ。沈黙。6754D はそれ以上質問に応答せず、そして20分後、博士はインタビューを終えた。録音終了。結後、6754D が SCP-194 にどれほど感情移入しているらしいかを見たので、私はこれ以上 D クラス職員が SCP-194 と接触するのを認めないよう提案する。さらにまた、SCP-194-1 となったどの財団職員も安楽死させるよう提案する。なぜかというと、変化を生き延びた時鳥たちがどれほどの知性を残しているか、それが私にはわからないし。財団について知識を持った知性のある鳥の一団を逃がすかもしれないというリスクは望まないのだ。博士。事件報告194-1、都市0、5月9日の人300字、サイト、43上空を飛んでいたカラスの一群が SCP-194 の鳥小屋に着陸し、その表面に止まった。1羽が鳥小屋の入り口扉の鎖網にしがみつき、ドアノブを操作しようと試み始めた。到着した警備員の射撃によりその一群は飛び立てった。侵入した鳥のうち、1羽は撃たれて死亡、1羽は負傷し回収後に鳥小屋に加えられ、少なくとも6羽の逃亡が確認された。事件報告194-2、都市0、5月9日の人500字、エージェント、アンダーソンが SCP-194 周辺のフェンスで囲まれたエリアに入った。検問通過には自らのセキュリティ、クリアランスを用いた。彼は1カゴのネズミの死体を運んでおり、これにより警備員は、彼は通常スケジュール通り SCP-194 に給仕するものだと信じた。彼は鳥小屋の扉を開き SCP-194 たちを引っ張り出して空中に解き放ち始めた。警備員は十分素早くエージェント、アンダーソンを無力化し鳥小屋の扉を閉めたものの、3羽の SCP-194
194が解き放たれるのには間に合わなかった。以来アンダーソンは SCP-194-1 に指定し直され収容されている。事件報告194-3、年05月9日の二人と〇〇時、SCP-194 給仕役に指名されたものが、SCP-194 周辺の保安エリアにネズミの死体1カゴを持って入り、鳥小屋外部の回転式給仕機のところへ餌を満たしに行った。記録映像によれば、は給仕機の外でほぼ1分間立ち止まり、鳥小屋の中の SCP-194 を凝視していた。彼女はそれからカゴを下ろし扉の前に移動した。警備員は、が扉を開ける前に拘束した。続けて行った試験と尋問は強い心理的脅迫の作用下にあることを示唆するものであり、彼女はさらなる処罰を受けることなく解放された。ほい、博士、私は君がもっと上手くやってくれると期待しているんだ。君は本当に重要なことに注力すべきだ。SCP-194 を他の鳥と区別する方法を見つけるんだ。我々には世界中の全ての鳥を皆殺しにするリソースはないし、君がやっている、捕まえたものを閉じ込めておくなんて仕事はクソの役にも立たない。君がホームセンターで買ってくる化した鳥小屋なんかよりしっかりしたものが必要なのであり、また、必要なのは鳥についての情報であって、鳥になっていく人々についてのものではない。オフアイブ。